こんにちは、FFA の今岡です。今回は試験対策を早く始めるメリットについてお話ししていきます。いつから始めても一緒じゃないと思う人もいるかもしれません。早すぎると損した気分になるし、対策を始めるのが遅くなって間に合わなかったら嫌だしと思いつつも、なかなか試験対策を始められていない方も多いのではないかと思います。実際僕のインスタグラムの方でも、いつから試験対策をすればいいですか、今岡さんはいつ頃から始めましたかといった質問が多くなってきました。確かにいつから始めたらいいのかは気になるし、早く始めるとどんなメリットがあるのかを知りたいですよね。もし試験対策を始めるのが遅すぎて試験に間に合わず、もっと早く始めたらよかったとなってしまうと最悪です。実際僕が大学生の時には、周りに消防を目指す仲間が一人もおらず、常に不安と隣り合わせでした。そのため自分の対策を始めるタイミングが早いのか遅いのかが全然わかりませんでした。皆さんも周りがどんな状況かわからない、こんな対策の仕方でいいのかな、そんな風に悩むこともあると思います。正直試験対策は早く始めた方がいいです。僕は5、6ヶ月ほどの対策期間でしたが、正直遅すぎたと思っています。もっと早く対策をしておけばもっと高得点を取れたと思いますし、心に余裕を持って対策をできたと思っています。今回紹介する試験対策を早く始めるメリットを知れば、明日からのあなたの行動が変わり、意欲的に勉強することができ、ストレスを極力抑えて日々対策ができます。今回紹介するメリットは、僕が運営する FFA に入って試験対策をするメリットを中心にお話ししていきます。この FFA は僕が消防を目指している時に、こんなのがあったらいいなと思って作ったオンラインの消防専門の試験対策の塾になります。実際に教えた生徒さんも FFA に入り、コミュニティが広がったことで有益な情報を仲間同士で共有できた。 FFA の講師の方々や同じ志を持つ仲間のおかげで自信を持って試験に臨むことができたというふうに言ってくれています。今回の動画を見て早めに行動し、夢の消防士に近づきましょう。今回の内容以外にも有料級の情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では早速ですが、1つ目のメリットをお伝えします。1つ目は、モチベーションを維持しやすい。 FFA に入ると消防専門の塾になるので、同じ夢を目指す仲間ばかりです。特に大学生や独学の人は、周りに消防士を目指す人が少ないのではないでしょうか。モチベーションが維持できないと勉強が手につかなくなったり、効率がめちゃくちゃ悪くなります。ついついスマホに手を伸ばしてしまうこともありますよね。僕自身もモチベーションの維持は大変でした。わからないことがあっても聞けない、みんなどれぐらい筆記で点数が取れるのか、どんな勉強をしているのか、捨て科目を作っているのかなど、知りたくても全く知れませんでした。それが FFA に入れば解決できるし、同じ悩みを持った仲間ができます。モチベーションを維持しながら対策を続けられるし、悩みがあっても相談できます。ちなみに週に1回生徒さん同士で交流する機会を設けていますので、そういった悩みを解消しながら進んでいくことができます。卒業しても仲良くしている人もいるので、一生の仲間に出会えると思います。2つ目のメリットは、講師との接点を強く持てるということです。11月や12月は生徒さんの入れ替わりの時期でもあり、比較的受講生が少ないので、講師との接点を強く持ちやすいです。クラスによっては相談も無制限で受け付けていますので、講師との関係性も築きやすいのが特徴です。さらに LINE も交換するので、気になることがあればすぐに連絡できます。また現場活動の話や消防の業務に関する話など、いろんな話を聞けるので、それだけでモチベーションの維持にもつながります。もっと言うと、早い時期から論文や面接の対策ができますので、合格にぐっと近づくことができます。多くの予備校や専門学校は一次試験合格後に面接対策をしますが、 FFA では入会してすぐにできます。ここが他との違いです。だからこそ高い合格率を維持できるんです。正直に言うと、学校の先生はあまり相談に乗ってくれないという声も多いです。中には消防の仕事について全く知らない人もいるようなので、具体的なアドバイスがもらえないというのもよく聞きます。 FFA はそういった声に寄り添って解決していくというスタンスで合格までサポートしていきます。3つ目のメリットは、先輩の声を聞けるということです。
11月や12月は入れ替わりの時期でもありますが、まだ若干受験生が残っています。つまり公務員試験を経験している先輩がいるということです。そういった経験者の生の声を聞けるので、自分の対策に取り入れやすくなります。特に今の世の中は情報に溢れています。 YouTube、Insta、X、TikTok、ブログ記事など情報を発信する人が増えたのはいいのですが、情報の正確性がかなり失われてきています。再生回数を求めるあまり誇張しすぎた表現をする人や、事実とは異なった発信をしている人も増えています。実際情報が多すぎて何が正解なのか、自分にとって何が一番いいのか分からなくなる時はありませんか？ FFA では同じ夢を目指す仲間も増えますが、直近の経験者がいるのは非常に大きいです。また今後 FFA では合格者のインタビューも考えています。YouTube では出せないような深い内容を聞ける機会を作ろうと思っています。購買率の中で合格を勝ち取った先輩に質問ができるので情報の質が全然違います。ということで今回は試験対策を早く始めるメリットについて、主に FFA に入ることのメリットを中心にお話ししてきました。メリットとしてはモチベーションを維持しやすい、講師との接点を強く持てる、先輩の声が聞ける、この3つがあります。これらのメリットを活用することで合格をぐっと引き寄せることができます。 FFA はオンラインの講義や個別指導が充実しているのはもちろんのこと、卒業生の模擬面接動画や小論文の模範解答などの資料も充実しています。さらに同じ夢を目指す熱い仲間がたくさんいますので、常に高いモチベーションで合格を目指すことができます。また試験対策だけでなく消防に関する正しい知識を身につけることができますので、周りの受験生と差をつけることができ、合格に大きく近づくことができます。 FFA には合格者の声がたくさん集まっています。本当にいい環境だからこそこれだけの声が集まっています。 FFA では来年受験の生徒さんを募集しています。まずは動画の概要欄にある無料相談のボタンをタップしてください。ご連絡お待ちしています。また公式 LINE でのプレゼント企画も考えていますので、概要欄からご登録をよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。